さあディエゴ・オリベイラ対秋元です。落ち着いて決めていきましたディエゴ・オリベイラ、これで1対3。かなり耐えましたね今ね、はい、そしてハートマークを作りましたディエゴ・オリベイラです。先制を許した後に3得点という今日の FC 東京です。笑顔が見られますディエゴ・オリベイラ、まあ、相手ずっとキーパーを、ね、見ながら最後まで、ね、結構、まあ、溜めましたね。ね、で秋元の逆をしっかりとつけましたもん ね。長谷川監督も手を叩いていました。